最大総額100万円分プレゼント企画実施中。詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さん、こんにちは。マグマ壁がなんと残り二十数枚になっておりますので、頑張って壁塗りして全部白壁を目指したいなと思っております。クラクラチャンネルのーケース、決定す。ブーということでね、もう全部白壁になるだけで全然防衛力も変わると思いますんでね、壁塗り頑張っていきましょう。で、今日は何をお送りするかと言いますと、リクエスト企画ですね。お小遣い企画やってますよね。で、ね、概要欄に書いてある通り、他の実況者さんがやっていたようなネタとか、あと別バージョンとかは、全校対象外になるって言ってるんですけども、リクエストで本当多いのが、裏リーグ行ってくださいとか、トロフィー、もうゼロに近くすると防衛力すごいですよとかっていう、リクエストいただくんですけれども、マオさんとか、あとキヨキヨさんがね、裏リーグの動画出してるんで、先行対象外になるんですが、まあね、リクエストが多すぎる。多すぎるんで、ちょっと一回、じゃあ今の現状の、じゃあ裏リーグ、じゃあ行っとこうと思っておりますんで、今回はですね、見てください。はい、トロフィー、タイタンリーグだったのが、今ブロンズになっておりますんで、ちょっとね、裏リーグ、今の現状ですね、今回は、お届けしたいなと、思います。はい、じゃあね、早速ね、検索していきましょう。すごいっすよ。1000ぐらいになってくると、検索時間が、結構かかってくるようになります。で、まあ、マーさんの動画でね、もう発表してある、あるんですけど、ほんとね、検索に時間かかって見て、泥上げ並みに、全然敵が出てこなくなるんですよ。で、さらにこれね、敵が出てくると、見ててください。はい、敵出てきても、まあ、タウンホール7じゃないですか。ね、負けてもマイナス2しか取られないっていう。で、しかも取ろう。これ51っていう、こういう現状なんですよ。だから、ほんとに、泥下げも、だんだんゼロに近づくと、トロ上げみたいな感じ、トロ上げみたいな感じになってきて、全然ね、トロフィーが減らなくなるっていう、もう、トロ上げの逆バージョン、レジェンドリーグの逆バージョンみたいな感じで、敵出ない上に、負けてもトロフィーが少ないっていう、これ、トロフィーゼロにするのに、めちゃくちゃ時間かかると思います。超絶時間かかりますよ、これ絶対。で、だってほら、これも、タウンホール12なのに俺、タウンホール8が出てきちゃうのよ。で、負けても、トロンにしか奪われないっていう。これ、だいぶ地獄っすよ。だいぶ地獄。めちゃくちゃ時間かかります。はい、じゃあね。タウンホール12が出てきた。タウンホール12。高知村なのかな？インフェも、イーグル砲も、すっからかんで、で、資源は溜め込んでる。でも、資源設備は、そんなあれなんで、なんだろうこれ。普通にちょっとインできてないのかな？わかんないんですが、これもね、負けても、マイナス1なのよ。負けても、マイナス1とか2続いて、あと400回以上これ、やんなきゃいけないですよ。地獄だよ。本当に。ね、これ、トロサギ生放送とかやろうかなっていうぐらい。めちゃくちゃ時間かかると思いますよ。何？あ、で、あ、44。で、マイナス4だ。あ、ちょっと、トロ美味しい。トロ美味しいっていう考えもおかしい。負けるんだけどね。持って帰るんだけど。トロマイナス4とか出てくるだけで、ね、だいぶね、嬉しいですね。はい、動画撮影始めて、1時間経って、ようやく、リーグマーク剥奪されました。よいしょこれすげえな。ブロンズはね、トロ400からね、マークつくんですけども、300まで来るとね、剥奪されます。で、検索して面白いのがね、まあ、結構ね、やっぱり時間かかるんですよ。時間かかる上に、トロフィーね、マイナス1しか奪われないんで、だがね、すげえ時間かかったんですけれども、出てくる村もね、ちょっとね、見ていてください。出てくる村もね、戦略的早上げアカウントの村がね、非常に多いんですよね。これがね、結構面白いなって思いまして、ちょっとね、全然出てこない。早く早く、あ、出てきた。はい、あ、ね。これ見て。戦略的早上げアカウント。要するに、係数とかのも、あれをね、クラン対戦でさ、戦略的に早上げしていくみたいな、そういうアカウントがね、非常に多くて、大砲1個しかないんだよね。で、弊社も1個しかないんだ。タウンホールなのに。すげえ。こういう村がね、めちゃくちゃ多いです。なのでね、なるべく壊さないようにね、こういう風にね、すぐに負けていって、の繰り返しです。で、マイナス1で、やっと299。だからこれね、あとね、300回繰り返さなきゃいけないの。はい、これもね、
ね、またこれよ。壁がないのよ。で、大砲も、大砲どこ？あ、大砲も1個しかなくて、レベル1なのよ。こういう、こういうのばっか。なんだろう、巣窟になってんよね。はい。じゃあ、ようやく100切りました。よいしょー。いや、動画撮り始めてもう3時間半以上かかってますね。で、現状としては、もうあれ俺、ほんと、マイナス1しか出ない。マイナス1しか出ないんで、さっきさ、300くらい、通したじゃないですか。もう200回以上もう攻撃してますからね。で、これね、検索して、村が出るのに、20数秒から3、40秒ぐらい、40秒ぐらいも、かかりますんで、本当に、トロ下げ大変。裏リーグ行くの大変すぎる。あと俺、90何回も攻撃しなきゃいけないのよ。普通そんな攻撃しないじゃん。ああ、やっと出てきた。で、出てきたら、こういう感じのね、意外とタウンホール12とかもね、結構出てくるんですよね。で、タウンホールとかね、攻撃しないようにね、してってで、マイナス1ですよ。で、これを、繰り返していくっていう、苦行、苦行すぎる。ほんと、やらなきゃよかった。はい。じゃあ、収録開始から、5時間かかりまして、ようやく。トロ1までやってきましたなので、こっから検索して、トロフィーゼロ、ね、裏リーグ、もう到達してんのかな？リーグマークね、なくなったらもう到達っていう説もあるんですけども、やっとトロフィーゼロになりますんで、最後は皆さんと一緒にね、こう感動を分かち合いましょう。もう、早く出てきて、もう早くもう出して終わりたい。すぐ出して終わりたい。もう出すだけ。あとはもう出すだけだから。さあ、早く。トロフィーゼロ。本当にね、出るのが遅いんすよ。もう2、30秒は当たり前のようにかかるんで、トロ1下げんのに、ほんと1分くらいは全然かかりますからね。いやー、長かった。でもこれまだ序章だから。トロフィーゼロの状態からタウンホール12ね、一体どれだけ防衛できるのかっていうのを。やりますね。まだ前半だからね、動画の。じゃあ、いきます。あ、着衣を、ボローンって出して逃げるだけ。はい、出して逃げるだけで、はい。来ました、トロフィーゼロー。いやー、じゃあ、スクショしよう。記念に、スクショしときます。スクショして、で、俺、画面、はい、これ来ました。ランク外って、載ってますね。すごい、これまで最高記録5209だったのが、今、ゼロですかね。スクショしときましょう。スクショしといて。で、これで、じゃ、この状態で、じゃ、マルチ検索して、で、破れた場合、トロマイナス食らうのかどうか気になるっていう人いると思いますんでね。探していきましょう。これ探すとね、基本的にもうマオさんがね、もう動画に出してるんだけど、マイナスは出ません。あ、来た。はい、見てーこちら、トロフィー、59って出てるけど、マイナスは出ないんですよ。出なくて、じゃあね、行くよ。圧着衣を、まあ、ビローンって出して、で、逃げるじゃないですか。で、降参すると、はい、000っていう、状況になります。はい、じゃあそしたら、裏リーグで防衛、タウンホール12がね、このアロー型の配置ですね。ちょっと配置変えるのめんどくさいんで、ちょっとこれでね、防衛どれぐらいできるのか、ちょっとね、見ていきましょうか。で、ちなみに自分はですね、難攻不落が、671回しかまだ達成してないんですね。これが果たして何回ぐらい達成してトロどれだけ上がるのか、ちょっとね、今からね、シールドを剥がして村の守りを剥がしてね、検証していきます。はい。シールドね、剥がれてね、一晩経ったんですけど、エグス攻撃なんと、45回もされました。これもうほんと、数分の間、だってこれ36分か37分の間に、こんだけ攻撃されるんですよ。やばくないっすか？こんな攻撃されるもんっていうぐらい。めちゃくちゃ攻撃されましたかね。この量ほんとすごいっすよね。もうみんなほんとね、ヒーローとかで、攻めてね、すぐね、もう降参するみたいな。さっきまでトロサゲの自分と同じ。みんなほんとそんな感じで、ガンガン攻めて、で、勝ちまくりなんすよ。やばいっすよね、この量、ほんとに。なのでね、ほんと難攻不落達成したいんだったらね、もうトロね、めちゃくちゃ下げまくって、で、シール剥がせば、もう一瞬で到達できるっていうのが分かるかなと思います。
だからね、今がね、ちょっとね、自分果たしてトロフィーどんぐらい上がってるかっていうのをね、後でね、ちょっと見ていくんですけれども、ね、みんな暇なのかな？なんでこんなさ、みんなトロ下げたがるのかっていうのも、ちょっと疑問ではありますよね。はい、なのでね、村がサムさんとかね、マックスさんとか、なんかそういう海外の人がね、めちゃくちゃ、攻めてきております。はい、じゃあね、トロどれだけプラスされているのか、ちょっと見ていきましょう。トロフィーゼロから果たして、どこまで上がっているかね、ちょっと気になりますよね。さあ、どうなってる？どうなってる？わ、来た来た来た。あ、プラス22。あ、なんか、あ、すごいめっちゃ、あ、ちょっとくるってなるけど、なんかすごい攻められてるっていうよりかは、なんか、そういう感じがないんだけど、ね、1402。1402で上がってんだけど。ちょっと待って。1402って、待って。ゴールドリーグに上がってる。ちょっと待って。一生懸命頑張って、トロをゼロにしたのに。マジか。こんな上がる。で、防衛に関しては、もうみんな本当はユニットすぐ出して、撤退する感じで、ボローンって出して、撤退する感じ。アーチャーとか、アーチャークイーンとか、ウォーデンとか、ババキンとか出して、すぐみんな撤退するが、こんな感じでさ、全然、攻められないんですよ。もう勝ちまくりじゃん、これとか。すごくないこれ。ちょっと、リプレイの方も見ていきましょう。リプレイ。じゃあ、どれ見ていこう。じゃあ一番上の、ディガーで勝ってるところ。プラス22のやつ見ていきましょうか。どうなってるこれ。これはでも相手タウンホール12かな。カンストしてる感じで。で、タウンホールとは真反対ですね。このアロー型でやるとね、結構、タウンホールとは反対側がね、攻めてくるってことはあるんですけども、全然反対側が攻めて勝つ気あんのかな、これ。まあ、一応ありそうですね。他の人とは違って、全然勝つ気はありそうなんですけども、さあどう？レベル1のウォールバスターがかっこいい。かっこいい、なんかエモいっすよね。エモい。なんか、趣がある。で、援軍は何も入ってなかったのね。入ってなかったんだけども、こう、ディガーでね、こう、ダク襟とか、そういうのを狙っていくっていう感じですかね。で、あとは普通にやっつけてって防衛ですね。意外とやっぱり、普通にディアーだとね、この編成、あ、てか全然呪文相手使わなかったのか。謎攻め。はいはい。あとね、相手がっつり、これがっつり攻めて5分に30あったり。何がしたかったのこれ。何がしたかった普通に外周の施設を削っていくだけっていう感じだったのかな。そういう感じで攻められてるか。ほんと、謎の攻めが多いですね。ヒーローを出すだけでなくて、他にも、だってこれゴブリンなしにライトニング5発よ。謎攻め。何がしたかったのこれ。はい。じゃあね、そしたら難攻不落どれぐらい達成しているのかちょっと見ていきましょう。難攻不落。俺全然達成してなかったから。確かシールド剥がす前は671でしたね。それがいくつ？733？ あれ待って、通知で来たの45回とかだったのに、62回防衛達成できたの？どういうこと？なんか通知来てないやつとかもあんのかな？すげえ62回も防衛してる。すげえ、733に一気に増えましたよ。マジか。そんな攻められてんの俺。そんな攻められてる。62回も増えて一気に。結構低トロでやっぱり、防衛するのほんと、おすすめなんですね。はい、じゃあね、もう最後に、トロフィー戻さないと、クラチャンツベルフね、承認のトロフィー、必要トロフィー2500以上なんですよ。2500以上なんで、ちょっと、今からトロを、戻していきます。マジこのままだとね、またこうなんか撮影依頼いただいたとき、こう外出したときね、戻れないんで。なので、ちょっと、トロフィーもうちょいね、あるところ行きましょうか。ちょっとね、最後にね、もう格下とかね、多分出てきそうなんですけども、それ相手にですね、もう思いっきり、がっつりと、ちょっとね、攻めていきたいなと思います。はい、じゃあね、資源が、だいぶ美味しいんで、ここちょっと行きましょう。トロフィーは21か。まあね、前回取ってもトロフィー21か。まあね、まあ前回取ってもトロフィー21なんですけども、まあここら辺はまあしょうがない。資源、そう。俺壁が全然あれだから、ちょっとね、ここら辺をね、攻めていきたいなと思います。行きますよ。で、パワーキン出しての、
で、そして、レイジを一気にふんだんに使っていってからの、キキンを使っていって、さあ一気に中に入れ、中に入れ。で、そろそろちょっとインメロタバードが邪魔なんで、そうですね、ここら辺で一気に、レイジを落としていって、ふんだんに使っていって、さあ、さあ、そして、そして、インメロタバードを早めに、早めの早で、ちょ、削っていってほしい。ボーラーとかやられねえ、ボーラーとかやられねえ。もう前回取る前提ですからね、僕。前回、ね、ババキンなんでそっち行ったの。ババキンちょっと、行くとこおかしくない。あ、待て待て、外キャバがやめろよ。違う。いや、でも、いい。で、これでもう、はい。元々、レジェンドプレイヤーの自分が、トロ1400で弱い者いじめをしているっていう、そういう動画になっておりますが、もう余裕ですよ。余裕で前回、取っていって、トロフィーを戻しております。美味しい。これはだいぶ美味しいぞ。30万、50万。あ、ただ、勝利ボーナスが低いからさ。勝利ボーナスそこまで美味しくないから、そんな、大してまあ、30万、50万ぐらいあったけど、でもやっぱり、高いタウンホールレベルだったら、やっぱり高トロ対で資源稼ぎした方が、やっぱ効率良さそうですよね。こんながっつりした攻めするんだったら。なんか、あれだな。だって、これ勝利ボーナス、あ、そうか。リーグマークついてないから。勝利ボーナス手に入んない。あ、ただ、星ボーナス手に入って。1、10、100、1000、1、10、26万。安いな、なんか。はい。そんな感じで、今回はですね、タウンホール12で裏リーグ行ってみたっていう動画をお送りしていきました。いやね、他の実況者さんもやってるんですけど、ちょっととりあえずね、一回行ってみようと思ったんですが、あっという間にトロフィー1400台に戻るし、何個フラグも、たやすくね、達成できるんで、ちょっとね、達成項目、何個フラグ早く達成したいなって人はね、トロフィー下げるのがやっぱりほんといいんだなって思いましたよね。なのでね、あ、じゃあ最後に、ちょっとね、壁を塗っていきましょう。壁塗っていって、もうほんとね、もうすぐでマグマ壁塗り終わるんで、もうガンガンやっていきます。で、さっき壁リングも入手したんで、壁リングで塗っていって、もう壁リングないかな？ないですね。ないんで、はい、残り、わずかとなりました。で、ね、ちょっとこの動画ね、撮影時間長すぎて、ちょっと昨日ね、動画撮れなかったんですよね。これの動画撮影時間が長すぎて。なんですけどね、ほんと、頑張ってね、毎日ね、動画投稿、やっていきます。まあ、たまにこういうね、撮影時間長い日、動画の場合はね、ちょっと休んじゃうっていう時ありますが、なるべくね、毎日動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。